けましておめでとうございます。おめでとうございます。柴田です。マイスター大崎です。いや昨年は大変お世話になりました本当にお世話になりました。まあ、去年を振り返りつつ今年はこういうのが来るんじゃないかなみたいなのもお話できたらなというところでございます。去年の初頭、22年の初頭としてはまだやっぱジャパビンブームで、はい、ジャパビンがこう動いてるようなイメージだったんですけど、はい、なんかちょっと変わってきたのかな。そうですね、流れはですね、やはり円安の影響が非常に大きい、はいはいはい、とおそらくです、海外需要がやはり非常に上がってきたかなというところで、言ってましたね、海外の人が値段を上げて、まあ実際楽器の価値っていうのはそんな変わってないんですよ。ただ円の価値が下がってしまったので僕は日本円だとお金を出さないと買えない状況で、海外の人からするとまあその金額だよねっていう、はいはい、ただし需要は上がっているので、まあ、ヤフーニュースになるぐらいジャパンヴィンテージは流行ってますよっていう、はい、ニュースになってましたね、はい、今はもうちょっと上がりきってるんじゃないかって雰囲気が。いやーまあぶっちゃけその東海の LS80 とか、はい、行くとこまで行っちゃったなっていう感じしますよね。何十万って普通になっちゃってるので、いやもう本当今年最高ピークまで達したんじゃないかなっていう感じが、まあ今のところ思うんですけど、円安が今後続けばね、まださらに上がる可能性はあると思います。困ったもんすね、はい、それはね。今フェンダーのメイドインジャパンシリーズが10万ちょっと11万とかが、まあ、レギュラーラインみたいなものなので、ちょっと前まで6、7万で買えたものが、まあ、倍近い価値になってしまっていると、それの中古はいくらなのって形になると定価を超えてる、当時の定価を超えてるっていうパターンが多くて、その当時の価格を知ってる人からするといやこの価格で買うのはなとなってしまうのは確かに分かるんですが、それでも売れてしまう状況すると今度価値がどんどん上がっていってしまうという流れですね。ちょっと人によってはやっぱ冷めた目で見る人も増えてくるかもしれないですね、そこまで上がっていくと。いや多分もうそのもうところに入ってますよ。ああ、ジャパビン自体が。ジャパビン自体が。ちょっと引いてみるみたいな。引いてみるのはあると思います。去年の頭からすると、うん、ちょっと鈍くなってきてるような感じがしますね。そうですね。やっぱ千葉館の動きを見てても、はい、途中からなんか国産ハイエンドものとかの方がまあまあ入ってきたりとか。そうですね。まあフラートーン。フラートーン。あとプロビデンス。プロビデンス。あとクルーズマニアックサウンド。そうですね、クルーズもめちゃめちゃ、ね、はい、高い、ホンマホハカランダとか、はい、その辺の上位機種がバンバン入ってきたようなイメージですよね。そうですね、特徴的なのがトラディショナルな形、やっぱり伝統的な普通のレスポール、はい、普通のテレキャスター、うん、ストラトキャスター、ストラトキャスターなんですけども、実際物がいい、フェンダーじゃなくてもいいものっていうのが、あの、に入ってきたかなと。まあ、レスポールもホンマホハカランダっていうなんかまあ最上位スペックが割と動いてましたもんね。うん、そうですね。でその他動きとしては、いやーもうねワクワクするものが入ってきたんですよね。直近すごいですね、後半、はいはい、2022年後半突如現れたアーティストモデルがいやびっくりしますね。バンバン来てます、ね、来ましたね。まあ最初にドンズバ MG の、はい、まあ、340です、はい、ホンマホが来て、そうですね、はい、あれがヒデさんのやつが来てからちょっと時間を置いてボン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 と90年代系が入ってきましたね、はい、ちょっと見てもらいましょうか。今ここにあるものとしてはこれは新年早々多分マイスターがちょっとね調整してリリースしてくれるんじゃないかなというところなんですけれども、まあ一発でわかる杉さんモデルスで ESP のガチモンっすね。裏にちゃんとサインやシグネチャーですね。でシリアルもあって、こっちもこっちもここにありますね、はい、うん、こっちが Python と、こっちがあのミックスメディアですね、ブリリアントミックス。そうですね、一番、まあ、杉さんといえばこれですもんね。これ見てください、これ映える映える、これもね、そうそう Python の Python の柄になってる、柄が分かる、ね、でね、僕この間借りてったのはイノランさんのモデル、はい、フェイク時代のイノランさんとでプラスでジャズマスも入ってましたもんね、はい、あれもかっこよかったな、あれも即売ですもんね。即売ですかと思ったら今度滝川一郎さんの伝説の R イカスタム入ってきました。あれはあのツイッターで上げた瞬間にですね、もう各所から連絡が止まらず、いやそうでしょう、待ってし、あの
夜行性のマイスターがですね、夜に上げたのが悪いんですよ。その後電話が鳴り続けるあれはね、本数少ないでしょうし、ちょっと伝説のギターですからね。滝川さんへの愛をですね、あとその後3時間か10分くらい続けると次から次になんかもう電話が熱い男たちが見たんですけど、30人いや、だって実物お目にかかれるともなかなか思ってないですからね、はい、いやしかもね、イチローさんのファンはちょっと男気半端ないんで、ね、熱量が来ましたね。で、ベースでは J さんの、まあ、動画上げてるんですけれども、はい、その辺のも一気に入ってきて、ちょっとなんか面白い動き、はい、90年代のハイエンドなアーティストモデルが、はい、ちょっと動き始めてる予感たというとこですね。やっぱりですね、こういうアラフォーのパワーですか、やっぱあの時買えなかったと思うんですよね、20年ぐらい前、まあ、そう考えたらやっぱジャパビンもアラフォーのパワーですよね。あ、そうですね、確かに、ある意味、ある意味というか、そうとしては、うん、で、まあ国産ハイエンドものもある意味アラフォーのパワーが、ね、近いんじゃないかなっていう世代ってそこら辺でしょうね。ですよね。ってなると必然的にこっち来るのはね、もう流れとしてこれじゃないですかねとちょっと思ってるんですよ。憧れのもの、多分エドワーズぐらいまで持ってるかもしれないんですけど、うんうんうん、このジョイの本当の ESP とかって、いや本当ですね。例えば高校生の時にグラスルーツを使ってましたっていう人が、うん、はいはい、まあ40過ぎて、はい、ちょっとガチモン欲しいなと、そうなんです、夢に見ていたあのガチモンが欲しいなっていうところに、はい、今入ってきたスタートとこですかね。そうですね、ゾーンとしては思うんですけど、こういうの昔買ったらライブをやるために買うとか普通だったんですけど、うん、今はなんていうか SNS だったり家でこう見て楽しんだりとか、うん、それを共有するみたいな流れがあるので、確か今までは外に出てねライブをやんないとお披露目する機会がなかったんですけど、うん、今写真撮ってね、うん、SNS でこれ持ってますっつっただけでどんだけこれがつくかっていうすごいつくと思いますよ、これですよね。でまあ、しかもなんかまあ安いマルチエフェクターとかもあって、うんうん、はい、音作りもちょっと面白いじゃないですか、家でやるにも。ね、うん、昔はなんかこういっぱい、ね、機材揃えてやんなきゃいけなかったのが、まあ、マルチ1台でも楽しめるっていうのもあるし、うん、でご本人も結構 SNS で足元上げてくれるじゃないですか、うんうん、でそれで実機を実際に自分らもフリーザトーンとか使って、うんうん、でそれでまた楽しむ、楽しみ方がなんか人前で演奏することだけじゃなくなってきてますからね、うん、そうですね。買い取り強化とか、なんか考えてることとか、はい、いやもうこれはアーティストモデル言っていいでしょう。23年はアーティストモデルを、そうね、今ちょっとね、見かけてないな、ジュディ&マリーの、あ、タクヤさん、タクヤさんの、はい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 、ジャンプキアスとかですね、はい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 、あ、爆竹子じゃないですか。そうですね、今井さんのマイマイとかも来てないですもんね、うん、まだ、はい、あと固定さんのモデルっていうのは一時期から集まって、ね、やっぱ全部売れたので、うんうん、やっぱそこら辺も買い取り強化していいのかなっていうのと、やっぱどこかが力を入れると市場価値ってやっぱ上がるので、今までちょっと安かったんじゃないかなと、そうですね、ちょっと思ってます、うん、市場価値上がったらやっぱ出てきますしね。そうですね。でそれがまた求めてる方のところにたどり着くんでね、はい、うん、そういったことを考えるとやっぱその市場価値を上げて物が動きやすいようです、はい、うん、っていう風なところですかね。2023年、はい、今年もよろしくお願いいたします。お願いいたします。またたくさん動画を撮りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。